まあ、映画はねやっぱ監督がねいろんなことやってるし、特にやっぱフェリーニは感じましたね。あそう、すごい監督のセンス、やっぱ不思議な人だな。いやこの人不思議だよね。シネマサロン、映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は墓泥棒と失われた女神について語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、なんか途中ぐらいまでなんだこの主人公みたいな感じで、汚い主人公だよねなんかちょっとブスッとずっとしてるし、なんかそれで墓泥棒だしみたいな感じで、なんか思いながら見てましたけど、まあまんまとラスト余韻たなびきましたね。すごい、なんかやっぱりそのコントラストというか最後の持ってき方でかなり、まあ、自分も持ってかれて感動というか感動しました。余韻たなびいてエンドロール中あーってなってましたね。あーってなってたんだ。なんかこのキーアートの写真が結構印象的だったので、これこっちです。こっち、はい、あ、この場面ね、この場面ねって思うよね。そうそうそう。さこちゃん、これどの場面だか分かりました？え、これどこの場面だか。あそこでしょ。あそこね、認識されてるようですね。よかったよかった。なんかでも結構そうですね、最後終盤の方でいろいろ考え監督はいろんなことやってましたね。なんかすごいそういう意味でも面白く楽しく見ましたけど、はい。まあ、私もちょっと T さんと同じで、前半半分ぐらいまでは、まあ、墓泥棒と、まあ、愉快とは言いませんけど、まあ、どうしようもない仲間たちみたいな、そういう映画かなと思ってずっと見てて、でそうするとね、正直やっぱちょっと眠くなってきちゃってところどころ落ちて、前半ちょっとさ何やってんのかよく分かんないよね。そう、だけど途中からあ、これちょっと全然違うなと思って、気づいてからはまあまあ面白かったんですけど、でもやっぱり竹内さんちょっとおっしゃったように、まあ、いろんなことやってるからよく分かんないところもやっぱあって、ちょっと目くらましされちゃう人もいるよね多分ね。でもまあ最後なるほどこれはこういうことかななんて思ったりね。あれなんか日本の表現から撮ってるみたいな。あ、そうなんだ。俺もちょっとね芥川かなと思っちゃったり、ね、そうじゃなく、そっちじゃなくて、あっちの方だ、はいはい、いやどっちかかなと思ったんだけど、これはネタバレで言うけどね。そう、俺はどっちかっていうと芥川っぽいなと思って見ちゃったんですけど、なんだろう、その生死ということではそうかもね、近いとこはあるかもしれない、まあでもそのあこれは一筋じゃないだろうから竹内さんに聞こうと思って、楽しみに今日来ました。いかがでしたか。まあ、とにかく主人公小汚すぎて、だってずっとこの白スーツまんまだもんね。その白スーツがどんどん汚れてるからね、どんどん汚くなっていくのがもう本当途中ホームレスにしか見えない。見えないね。これはちょっとどうなんだろうと思うよね。いくらなんでもでもわざとやってるわけ。いやわざとだけどさ、一応映画なんだからもうちょっといい。こっちがなんかね、こうもどもど汗ぎたなくなんかね、自分がそうななってる感じにはなるよね。気になっちゃいますよね。まあ、映画はねやっぱ監督がねいろんなことやってるし、まあ、イタリア映画のいろんなもの多分やってんだろうなと、特にやっぱフェリーニは感じましたね。あ、そう、フェリーニは感じる、で、まあ、この今まで初めて僕見たんでこの監督、割とそのマジックリアリズムみたいなことを言ってる方が多いんですけど、なるほどと思うけどこの作品ではそこまでは感じませんでしたね。だけどやっぱりそのファンタジックな物語、っていうのはすごいあるし、もう時空は飛ばすわさ、その概念的にはこう超越してるわさ、まあいろんな表現を使ってるので、まあ、一筋縄でいく監督じゃないなっていうのは、ね、これ見ても多分でもこれが一番わかりやすいんでしょうね。この表現だけ聞いてるとこれが割と最も物語、ファンタジックだけど物語なんで、多分これは一番わかりやすい映画なのかなと、これ一本しか見てなくてちょっと口はばったいですけどは思いましたね。
墓泥棒たちと失われた女神、今日もまたネタバレは行く、失われた女神はいつ取り戻せるのかな、ネタバレで話します。ちゃんちゃん。ちなみにあのタッチはね、あ、無視なのね、それは。いや、あんたがタッチって言ったからつけちゃったのよ、さっき。俺ね、覚えられないんだよね、うん、なかなかこう後でちゃんと修正しましたよ。いや、言ってしまったと思った、サンゴちゃんの言うことも聞かなきゃよかったと思った。、うん、これ、相当いろいろやってるんでしょ。いや、いろいろやってますね、本当に。しかもさ、基本的に後ろ向きを肯定してますよね、うん、というふうに僕は思いました。結局この男は過去にしか生きれないんだよね。そういうことか、うん、と僕は思いました。結局こう究極のネタバレだけど、一つのやっぱ見方としては最後死んでますよね、あれ。あ、そうですよね、うん、だから自分は蜘蛛の糸っぽいなと思った。蜘蛛の糸、あれはだから日本の赤い糸の伝説なんですよ、はいはいはい、だ日本の伝説だと赤い糸なんでしょうけど、あの天井から垂れ落ちてくるじゃないですか、うん、それはあれだよね、うん、あの途中の描写でもう伏線張ってたけど、まあまあね、うん、まあ、まあ、それだからその全然意識しなくて俺があのそういう風に見えちゃったってことでしょ。それは勝手に感じちゃっただけなんで、うん、つまりあれ落石であの時にあのトンネルが閉じちゃったじゃない、うんうん、僕はあれで死んだと見るので正しいんじゃないかと、うんうん、僕の解釈として。それで、あのいわゆる日本の赤い糸的に辿ってったら結ばれるってことですよね、うん、そうそう、だから死人、そうそうそう、彼が求めてるのは結局なんだっけ、そうそうそう、アリなんだっけ、なんて言うんだっけ、あの死んじゃったね、はい、彼女ね、彼女、アリベリニータだっけ、アルなんとか言ってたけど、うん、結局彼女を追い求めて新しい恋を掴んだと思ったのに、そうそうそう、やっぱり掴みきらないよね、出てっちゃうからね、うん、そういう意味では非常にこうなんていうの、結局彼はさ、うん、そのすごい能力があるんだけど全て過去に向いてんだよね、それが、うん、これがやっぱり彼の宿命であり運命なのかなっていうのを、うん、やっぱり 前半からそれはすごい感じるよね、うん、だからせっかく新しい恋、新しい人生をつかみかけても彼の服は白くはならないんだよね、うん、うん、ずっと汚れていくだけ、そう、うん、究極的に、うん、で汚れていって最後はだからあの自分の恋願ったキメラと結ばれて終わりってことですよね、うん、まあすごく端的に言えばだけどね、うん、そこまで言っちゃうとつまんない映画ではあると思うんだけど、でそれをまた虚実のなんていうのかな、こう、現実と彼の中の幻想とが、こう相まみえながらカオスのように繰り広げられていく物語だと思うんだよね、うん、だから途中さ結構あの原油詩人とかいろんなあの手技を使って物語が虚実にこうはまっていく、虚と実がこうつながっていく瞬間を生もうとしてるような演出を結構多用してますよね、うんうん、それがやっぱりなかなか物語の中にきちんとこう溶け込んでるのがやっぱりこのアリーチェ・ロールバケルの才能をすごい感じますよね。だけど今回は それほどこうファンタジックでマジックリアリズムな手法はそれほどはなかったように思うんですけどね、うん、であとだからその場所の特性がやっぱ面白いよね、はいはい、そのイタリアトスカーナ地方の田舎町に古代のエトルリア人の墓群があって、うん、これを見つける才能があるっていうところで、うん、もう結構怪しいですよね、その設定が、うん、で彼が愛した人はもう昔に死んでいて、しかも彼はそのこのどうしようもない仲間たちと一緒に墓暴きしてる時に彼だけ捕まって牢屋に入れられていて、そこから出てきたところで映画が始まるっていうところで、うん、もうすごい後ろ向きな話ですよね、うんうん、途中であの暴いたね財宝とかも病院に持っていくとこがおかしいよね、なんかどこの分だっけ、あのほら
こうやってエレベーターみたいなのにぶち込んで、うん、そしたらいくらだとかってやり取りしてて、うん、で、あれがまあ最後ほら黒幕だって分かるんですけど、うん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 、この辺の下りが、まあ、黒幕っていうか最後の黒幕はあれだからね、うん、なんだっけ、スパルタコ、スパルだからスパルタコだったわけでしょ、うん、あれってあの買い取ってたの、うん、そうそう、うん、あの買い取ってたのはスパルタコだけど、なかなかスパルタコが誰なのか出てこない、出てこないからね、うんあれもうまいよね結構ね、うん、スパルタコの描き方もね、うん、しかもあの最後だからクレーンで釣り上げるとこなんかあれフェリーニの多分パロディだと思う。もうソレンティーノがこの間も作品でローマなんとかでやってたけど、 あれは多分フェリーニの、まあオマージュだと思うんだよね、うん、でも女神のちょうどの首を叩いて割って、あれすごいよね後でつければ大丈夫だからしかもさ、あれ首だけじゃなくて全部解体しようとしてたじゃない、うんうん、いやこんなことできるのって思うよね、うん、見てて。それでいいんですね、いいのかそれでと思うよね、うん、しかもそれなしでもともと首ありませんでしたって言ってるのがまたすごいよね。あれだからほらあのニケのちょうどじゃないですか、うんね、首がない、ね、なんだっけ、くくなんとかの、ね、なんとかのニケ、うんうんうん、サモトラケのニケ、うん、確かにニケの顔は見てみたいけど、うんうん、その首を分かっててぶん投げるってね、あれはもう彼はね、うん、あの辺でもうあのつまりさ一緒にやってた泥棒たちとはもう付き合えないんだよね、うん、もう彼はだからあの時点で墓泥棒でもなくなっていくってことだよ、うんうん、でもね俺一方でね、うん、あんだけ貴重なものだったら、うん、もう金かけて絶対あの潜って取るだろうな、潜って親切して取ってくる、ああ、うんうん、まああるでしょうね、だってそれだけあの表情のある、しかもあの辺りだとそんな深くないもんね、そうそうそう、うん、絶対潜って取れるな、潜って取れると思う、大体、うんうん、彼がどの辺に落としたかも分かってるし、ね、そうそうそう、うん、だってすごい貴重なものなわけじゃないですか、うんうん、でね俺ちょっと分かんなかったのは、予告編であのぶん投げるシーンあるじゃないですか、何を首をぶん投げるシーン、 あ、はい、あれいるんですかね、予告編でそこは描かなくてもいいんじゃないかと、俺的にはね、うん、そうするとあれどういうふうに描いてたっけ、予告編も、予告編でもなんかあのビニールくるまったやつをボンと投げてて、うん、はぁーみたいになってて、でもそれはなんだかは分かんないけど、もう分かるじゃないですか、映画見てれば、見てれば、あ、うん、なるほど、だからそのわっていう驚きがちょっとそがれた気がして、うん、何分の1かなくなってしまったと、そうそうそう、だからね、あそこ予告編が削除しててくれるとすごい よかったんだけど、俺はあんまり個人的には関係ないと思うけどね、俺は個人には関係あったんですよ、まあだからさ、そこは見どころではあるけど、映画全体を見ると別にそれほど重要なことではないじゃないですか、で、あのテイストで予告編作られてるんで、うん、もうちょっとさらにコメディ寄りなあのそのね、泥棒とこう、まあ、まあダメな仲間たちみたいな映画かとやっぱり思わされたら、それはあんまりやんないはよかったよね、うんうんうん、そういう映画じゃちょっとないんじゃない、やっぱ彼が追い求めてるものを追い求める映画ではあるよね、うんうんうん、まあ、もちろん人間はおかしくて悲しいなんでしょうけど、うん、まあ、ちょっと切ない部分とかはあの予告編であんまり、まあ、完全にテーマは愛席ですよね、そうですよね、うんうん、だとしたらそれをもうちょっと出してくれてもよかったかな、彼はだから生きているさ、今現世うつつにあるものにもう心惹かれることはないんだよ、ね、うん、だから彼は見つけることができるのかもしれないよね、まあもともとそういう才能あったんでしょうけど、引き換えにそういう能力はさらに研ぎ澄まされてたかもしれない、ね、そういうことだと僕は思いました、見てて、うん、だからね、その新たに出会ってね、こう付き合うのかと思いきや、あれで終わると映画はまた別な様相ですよね、でもまあそういう終わりもあったはずなのに、うん、監督がそれを選ばないってことは、うん、結構難しいよね、この映画のこの判断が、うんうんうん、まあでも鼻からそう思ってらっしゃったわけですよ、いやもちろんだからキメラなんだろうと思うんだけどさ、うんうん、となるとなかなかちょっとまあまあ見手を選ぶというか、だから、そうね、だから見てて、あ、私あの人とくっついてほしかったわって思いながら見てる人はいると思うし、そうそうそう、途中までくっつくのかとも思うしさ、思うよね、うん、T さんはどうでしたか、あの
後半の描き方物語はなんかでもあのくっつかずに出てっちゃう感じがあーいいのか彼らしいなって彼のことをこの何時間しか知らないけど見てると出てくるよねそれが彼なんだろうなって、ね、過去にしか生きれてないからね彼は悲しいですね残念と残念うんまあ分かんないですね幸せなのかなまあ彼は幸せなんでしょうね彼は幸せなんだまあでもジョシュ・オコナーさん全然違うまたまあジョシュ・オコナーってすごい俳優だよ、ねうん、だって去年さこのチャンネルでやったさ、うん、あのなんだっけあのなんとかの日曜日、うん、覚えてるあれだってあんまり覚えてない、ね、部屋の真っ裸になってチンチンぶら下げながら歩いてたんだよ彼だってダンディーですね、うん、帰らない日曜日帰らない日曜日ね、その前はなんか有名なテレビに出てんでしょ僕は見てないけどさ、うん、なんか有名なテレビに出てる人でしょこの人だって、うん、なんだっけザ・クラウンかあ、うん、あ本当だザ・クラウンでその後チャレンジャーズのあのね、うん、どうしようもないあのライバル、うん、でこれだもんねすごい全然演じ分けてるし同じような人には見えないしね、うん、しかももうあの何あの帰らない日曜日のさ若造ぶりったらなかったよねいやそうですよね、うん、これやさぐれ男だもんねいやこの今作すごかったねすごいねなんか汚いさ大丈夫もう途中完全にホームレスにしか見えないもんね着替えても汚いからどうしましょうねそうでなんか娘と会ってそんな汚いんじゃダメそうそうそうどんな綺麗にするのかと思ったら全然汚いまんまやんお前みたいなこんな T シャツ着たらお前住むかとそんなことねえべみたいなとこあるよね違うやつも汚いあれはすごいなと思って、うん、あれ良かったですね面白かったね、うんうん、でもこれまた難しい映画じゃないですか難しいね宣伝するのはいやしかもさ、うん、これ見てさ解釈、うん、多分これ見てによって本当解釈違うと思うんだよ ね, ですよね、うん、もしかしたら幸せなハッピーエンドと思ってる人もいっぱいいると思うし、うん、いや僕みたいに後ろ向きな映画じゃないと後ろあの主人公が後ろを向いてる映画じゃないと思ってる人もいると思うし僕は割とペシミストなのかもしれないねでもやっぱり死んだ彼女と会って終わっちゃうと、うん、いや死んだっていうふうに思いますよね特に落石落盤の後だからねそれだって辻褄合わないじゃないですか彼が生きてたら辻褄の問題じゃないと思うんだけど、うん、これほぼ辻褄は合わないと思うんだよ ね,、うん、ないよねだからだとすると余計ほら起承転結、うん、まあまあコメディタッチの本話かコメディを、ねうん、望んで見に来た人にはちょっとつかみにくいよねみたいな、うん、だからね結構ねあの言い訳するわけじゃないですけど寝ちゃったっていうコメントの人多いんですよわかるような気がする、うん、あの前半ねやっぱ送り手が何をさせ、うん、してこの主人公に何をさせたいのか、うん、なかなか見えてこないからね、うん、それはちょっと見てて、うん、ロリーチェ・アルバケルアリーチェいつもロリーチェになっちゃうんだけどさアリーチェ・ロールバケルってどんな監督なんやろうと思って見てたの前半はやっぱりだからこれやっぱり監督で ご購入なさったんですかね、うん、監督で購入したんじゃないのあとカンヌと、うん、これいつの時点で買ってんのかだよね、うんもしかしたらだからビターズは前からこの監督やってんのだったらもう続けて買ってんのかもしれない、まあ、そうかもしれないですね、うん、どっから買ってんのこれテンペスタテンペスタテンペスタなのどこから買ってんだろういやでもこれは難しいと思うね宣伝は、うん、だって誰もがキメラを探してるって言われてもねキメラって言われてもな、うん、お客さんもそんなにやっぱり入ってなかったかな、うん、ちょっと難しい映画だったかな、うん、これはまあビターズエンドさんも分かってらっしゃると思いますけどね、うんうん、多分ねあもしずっとやってんだったらアリーチェの一生作品にかけてんじゃないかな、うんうんうん、そういう変え方をされますよね、うん、やっぱりこう、うん、作家を育てるというか、うんうん、自分たちで温めていくっていうのはあると思う、うんうん、しかもまあ確かにこの監督の才能はこの映画を見ててもすごい感じますよ、うん、何しろその映画世界内が豊穣で教師に富んでるんだよね、うん、ただやっぱり前半何をこの送り手がしたいのかがなかなかつかみにくいので、うん、それまでさその教師とか豊穣であってもなかなかそのこっちが拾いにくいんだよね、うん、で分かってくるといろいろやってくれまんなって思うんだけどさ、うん、
でも幸福なラダロとかはキノフィルムさんですね、うん、キノか、うん、じゃあ違うんだね、うん、なんかキノっぽくもあるもんね、うん、すごく、うん、いやちょっとでも今後にかけてらっしゃるんですよ、ね、うん、でもそこでキノがやってんだったら違うんかもな、やっぱりなんかついいろんなことを考えちゃうね、そういうさ、うん、商売的なこと、うんうん、いや、なかなか難しい映画だと思うけどな、ね、これタイトル、タイトルタイトルも墓泥棒と失われた女神ってね、うん、あの、うん、ハリーポッターじゃないんだからってちょっと思うよね。いや、俺もやったんだけど昔、うん、レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語、うん、あれは完全にハリーポッターを意識してつけたし、うん、世にも不幸せな物語ってどんな物語だろうとみんなが思うだろうと思ってつけたんだけど、うん、これもだから多分僕もそっち方向でつけるとは思うんだよね、うん、でも墓泥棒と失われた女神はないな、うん、ちょっと違う、失われた女神がもう分かんないよね、うん、ちょっと、うん、これ墓泥棒の恋とかじゃないようですかね、墓泥棒の恋でもないよね、うん、まあ、あのこの通りなんだと思うね、墓泥棒と失われた女神っていうのは当たって、あの全然内容からは外れてないんだけど、うん、いやこれで見たいのかって話だ、そうですよね、うん、だからそのタイトルって難しいのは、うん、映画の内容をこう、うん、拾ってたからといってもタイトルがいいのか、いいのか、いやいや、むしろいやいや、そうじゃないでしょ、うん、どっちでもいいんだけど、うん、それで来るのかってだけですよ、そうですよね、うん、我々はお客さんをもっと呼ぶためにタイトルをつけた方がいいかな、ね、だから内容が合ってるのはいいと思うし、うん、このタイトルは内容には合ってるけど、じゃあ客は来るんですかってことだよね、でもなんか来ないような気がするんだよね、このタイトルだと。これって端的に映画の内容を言ってるだけだと思うんだよね、だってまさにこういう話じゃない、墓泥棒と彼が失った女神ってことじゃん、うん、まさにそうだからね、難しいね、うん、なんかメイディセンバーも、いやタイトルはメイディセンバーしかないっしょみたいな言っていただいたんですけどでも意味が分かんないもん、で来るのかってそれでね、うんうん、お客さんが来ないとちょっとね、そうだね、これもなかなか難しい映画だったね、そういう意味ではね。 T さんはどうだったんですか、映画としては。なんかでもその竹下さんがおっしゃってたマジックリアリズム、リアリズムはなんか後半の感じは明日なんとなくは感じましたけど、確かに他の作品どんななんだろうとは気になりました、ね、かなり気になるよね、うん、これでなんか一番物語真っ当だとしたらさ、うん、他の作品でどんなことやってんだろうって思うよね、すごそうですよね、うん、すごく見たくなった、うん、そこの興味が湧きました、うん、どうでもいいんですけど、うん、ダウジングやったことあります？やるわけねえだろお前ダウジング、水道管当てるのにダウジングやるんですよ、うん、いやいや、そんな偉そうにあんたやったことあるの？ある、子供の頃あのやもちろん宝は見つかんないんだけど、水道管がここでこう曲がってるとかはダウジングでビューンって分かんの、それはなんでどうやって分かんの、まあ、多分だから磁力なのかなと思って、ほんまでか、子供心に。嘘だろそれは。今度持ってきてやろうかここで。いやいいよ別にあのダウナーになるだけだからダウナー気分がダウナーに、ね、気分がダウナーに、ね、ダウジングしてダウナーになんかなりません。なりますわ、ほんま本当に。え、ダウジングやったことないんだ。ないよ、ダウジングなんかやんないよね。でもなんかやってる子いましたね。いる？ほんまでか？宝は見つかんないけどね。宝が見つかんないんじゃダウジングなんかやるんだよ。だけど、このね、針金とかをビューンって動くのが楽しいんだよね。あ、楽しいのね、うん、手の中で動くから。じゃあおやりになったらいかが？いやいや、やりましたかって言っただけで。いや、だって楽しいんでしょ？今もやればいいじゃん、じゃあ。思い越したの、子供の頃やったなって、うん、やった人いると思いますよ。いるかもね、うんうん、いやでも映画は難しいな、うん、宣伝するの。でもあの吟遊詩人のあたりとか結構見てて気持ちよかったね、うん、あとあれだ、メンバーシップでクラフトワークのこと話したら、うん、スペースラボっていう曲がかかってたんですよ、この中に。はい、あ、そう、しかも、うん、
なんかね、全然合ってないなと思って。合ってないな。なんか唐突にテクノが流れてきて。どこの場面？どこだからそれが、ね、説明できないなと思って見終わった後にスペースラボかかってたの言わなきゃと思ってたんですけど、じゃあきっと視聴者で音楽詳しい人が、いやもうね、ネイジスさんからすでに、うん、あのスペースラボかかってましたね。じゃあどこの場面だか教えてください。うもうね、全然俺合ってる風に見えなくて、なんでここでスペースラボかけんだろうと思って。電子音楽なわけじゃないですか、うん、すごい監督のセンスやっぱ不思議な人だな。いやこの人不思議だよね、うん、相当不思議だと思う、うん、で多分ありきたりな分かりやすい演出とかやりたくないんでしょうね。やりたくないでしょうね、うん、しかもだからその、うん、見ている地平もかなり独自固有な感じがしますよ ね、うん、となるとね、うん、そういう独自固有な表現で、うん、共感が得られれば、うん、まあ、大監督大作家になっていくんでしょうけど、うん、あとほらものによって、違う、どこで跳ねるのかわかんないじゃん。もうすでに多分何回か跳ねてんだけど、大跳ねが出てきた時にカンヌ の、 グラあのパルムドールとか、はいはい、ベネチアのそうだよ、ね、グランプリ、あの金獅子とか取ったりするじゃないですか。その時はやっぱりこうやりたいと思う人いるでしょうね、やっぱりね、うん、そうするとクストリッツァとかになるんですかね。クストリッツァよりもいけるかもわかんないよね、うんうん。何しろやっぱりイタリアはやっぱりいい監督多いからさ、うんうん、しかもこれ女性じゃないですか、うん、だからまあその独特な地位をね、うん、獲得はできるかもしれないですよね、うんうん、ちょっと初めてね見た監督だから、うん、次どうな作品出てくるか、まあちょっと幸福なラザロとか夏を行く人々とか、うん、ぜひ見てみたいなと思いましたけどね、うん、あとイザベラ・ロッセリーニはやっぱ老けたなとは思いました、うん、イザベラ・ロッセリーニって知ってる？あの今回のほらおばあさん役、あの彼が住んでいる、いや分かんないです、あれあれイングリッド・バーグマンの娘なんだよ、ね、へイングリッド・バーグマンが不倫をしてロベルト・ロッセリーニっていうイタリアの大巨匠のもとに走ったのよ、ハリウッドから。もともと彼女はスウェーデンの人だけど、うん、スウェーデンからアメリカに渡ってスターになったじゃない。で ロッセリーニをあまりにも尊敬したのでロッセリーニの映画に出たいっつってハリウッドからイタリアに来たんだけど、それで付き合い始めて子供を産んだ。それがイザベラ・ロッセリーニ。だちょっと似てるよね、バーグマンにね。ほんで名前はだからロベルト・ロッセリーニのロッセリーニだから、うん、面白い役でしたね。面白い役だったね、うんうん、あの娘たちがね鬱陶しくてよかったよね。はい、ということで本日でもなんか非常にこう不思議な魅力は感じますね。やっぱこう物語にこうドライブというか空気感というか、こうふわふっと来る瞬間をすごい何度か感じますよね、やっぱりね。でも見手を選ぶ、まあ見手は選ぶでしょうね、やっぱりね。でもシネマサロンの視聴者さんで気に入る方がいらっしゃる、ね、かなり気に入る。しかもなんだろう、やっぱあの独特な世界観と空気感は見てるだけでも気持ちがいいので。あとあの原油詩人の下りとかね、うん、なんかこう映画を見てる教師とかはすごい感じられると思うんですよ、うん、だからその別に映画のさ内容がこう何すごく理に落ちて分かんなくても映画を見てる喜びがあればそれでいいじゃないかっていう考え方もあるんで、それも十分ある監督だと思いますよね。ただあの小汚いのはちょっとやだな。いくらなんでも小汚さすぎるもん、途中もう本当にホームレスみたいな。あのなんだっけ、中学生の女中勝手に中学生って言ってるけどさ、あの見つけた時 の路地に座ってる時の序章コーナーのも本当にホームレス人しか見えない感じ。あれは母親に会わせたくないよね、ちょっといくらなんでもさ、と思いますよ。そこがすごいよね、また徹底してて終わりになると喋るっていうね。ということで、なんか喋り忘れてないかな。本日は墓泥棒と失われた女神について語ってまいりました。どうもありがとうございました。